ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。面白いわねー、さすが天才。珍しく読書してるのか。何読んでるんだ？ホーキング博士のホーキング、ブラックホールを語るよ。活字本は苦手なんだけど、宇宙について勉強してるうちにホーキング博士に行き着いたの。いいチョイスだ。趣味の勉学でも、宇宙について学ぶのならホーキング博士の本はめちゃくちゃおすすめだぜ。複雑なメカニズムや現象についての説明を門外観にもわかりやすく解説してくれるからな。ああ、どうせならマリサじゃなくてホーキング博士に解説してもらいたいわ。なんだと？屋上へ行こうぜ。久々に。切れちまったよ。嘘、冗談に決まってるじゃない。はあ、今日は私たちのいる、天の川銀河最大のブラックホールについて教えてやろうと思ったんだけどな。え、何それ面白そう。でもな、霊夢はホーキング博士の方がいいんだもんな。マリサに教えてもらいたい。いや、マリサ様にご教授いただきたいです。そうか、それじゃあ今回は、天の川銀河のブラックホール、イテザエイスターについて解説していくぜ。それでは今日も、ゆっくりしていってねー。イテザエイスターというのは天の川銀河の中心にある、どでかいブラックホールだ。もう少し詳しく言うなら、天の川銀河の中心の天文電波源のことだな。その電波源にこそ、超大質量ブラックホールが存在すると考えられている。なんだか、自信なさげな言い方ね。まあ、ブラックホールは光さえ飲み込む強烈な引力を有しているからな。直接的な観測は困難なんだよ。そっか、光に照らされるわけがないんだから観測するのは確かに難しそうね。そういうことだな。ちなみに言うと、天の川銀河だけじゃなくてその他の数多くの渦巻き銀河や楕円銀河の中心にも、超大質量ブラックホールが存在していると考えられている。ブラックホールの強すぎる引力によって、銀河が形成されているというわけかしら。それについて明言はできないが、銀河の構造におけるかなり重要な役割を担っているのは間違いないだろうな。で、大きさってどれくらいあるとかはわかるの？超大質量なんて銘打っているぐらいだからな。かなりでかいぜ。なるほど。でも、そんな名前つけちゃってるぐらいなんだから、かなりハードル上がっちゃってるわよ。自分で面白い話があるんだけどって前振りしてるようなものだからね。それでもびっくりすること間違いなしだぜ。その大きさ、なんと太陽の質量の約400万倍だ。でっかー。はるかに予想を超えてくるでかさだったろう？想像よりもはるかな大きいでかさだったわ。一体東京ドーム何個分ぐらいになるのかしら。気になるわ。数えるのもめんどくさいぐらいの数になるんだろうな。でも、それぐらい大きいと地球が吸い込まれないかが心配になってくるわ。それに関しては心配いらないだろう。地球とイテザエイスターとの間には、約2万6000光年ほどの距離がある。めちゃくちゃ遠いのね。それじゃあ、地球が吸い込まれる心配もなさそう。安心したわ。ちなみに2万6000光年をわかりやすいキロメートルに直すと、およそ24京7千兆キロメートルになる。非営業列車ではあるが、現在、日本で最速の JR 東海の山梨リニア実験線で記録された、時速約 600km のリニアモーターカーでイテザエイスターに行ってみようとすれば、約470億年かかる計算になるぜ。その想定がもはや荒唐無稽だけどね。でも、そう考えたら銀河鉄道999ってとんでもない速さよね。アニメ見てる時はそんな風に感じなかったけど。そうだな。あの列車、1年で地球からアンドロメダ銀河間の約250万光年を往復するからな。軽く高速は超えてやがるぜ。あの SL 風の見た目からなのか、そんなに速度が出ているようには感じないんだろうけども。それはそうと、どうしてイテザエイスターなんていう名前を付けられたの？その質問に答えるには、まずイテザエイとは何なのか、ということから解説していかないとな。イテザエイというのは、天の川銀河の中心に位置する電波源の複合体だ。研究上ではイテザに対応することから、その名で呼ばれている。まあ、だいぶ安直なネーミングだし、なんとなく想像できるわよね。そして、イテザ A は複合体といったな。超新星残骸のイテザ A イースト、渦巻き腕状の構造を有するイテザ A ウエスト、そしてイテザ A ウエストの中心に位置しているコンパクトな電波源のイテザ A スター。この3つの部分すべてを合わせてイテザ A と呼称されているのさ。なるほどね。イテザ A というのはもともとは、GCCRS、ザララテックセンターコンパクトラジコソース、銀河中心のコンパクトな電波源、や、イテザ A、CN と呼ばれていたりした。ちなみに、イテザ A CN の CN というのはコンパクトノンサーマルの略で、コンパクトで比熱的という意味があるぞ。じゃあ、なんでスターが付けられるようになったの？イテザ A スターが発見されたのは1974年のことだ。
発見された当初はさっき紹介したような名前で呼ばれていたんだが、1982年にいて座エースターの構造を調査していたロバート・L・ブラウン氏が初めて用いたんだ。どうしてロバートさんはスターを？ロバート氏は、この電波源を興奮させるものであったとし、原子物理学では霊気状態にある原子にはスターをつけて表記することから、ロバート氏はいて座エースターという名称を思いついたとしているぞ。原子物理学的につけられたスターなのね。それじゃあ、次はいて座エースターをさらに詳しく解説していこう。でも、ブラックホール自体は観測しにくいんでしょ？どうやって構造とかを調査するの？それはな、観測したいブラックホールの周辺を観測するんだよ。周辺を？例えば、いて座エースターに大質量ブラックホールがあると確信されるようになった理由として、いて座エースターの固有運動が周囲の天体の固有運動と比較して非常に小さいことだったり、いて座 A 周辺のガスや恒星の運動速度によって、銀河系中心付近に超巨大質量の天体が存在していることを示唆している結果が出たりというものがある。なるほど。つまり、ブラックホールの全貌を解明するためにその周辺を観測しているのね。そうだな。いて座エースターのブラックホールの周りには、大きなガス雲がブラックホールを取り囲むようにして位置している。そして、いて座エースター周囲のガス雲はブラックホールの重力に引き寄せられ、落ちていくんだよ。ふむふむ。こうして落ちて消えゆくガス雲はブラックホールに入る前、ブラックホール周辺を回転するリングに降り積もり、熱くなるんだ。このプロセスを膠着と呼ぶ。どうして熱くなるの？摩擦熱によるものだな。キャンプとかでよくやる？ひときをすり合わせて火を出すときみたいなやつ？めちゃくちゃステレオタイプな摩擦熱のイメージだな。間違っちゃいないが、その手法は今じゃ主流ではないだろ。リングはブラックホールの重力に惹かれ、回転しているんだ。このリングのことは膠着円盤と呼ぶ。なんとなく想像はできるわ。この円盤の内部は乱流で、その乱流中の粒子が擦れたり跳ね返ったりすることで摩擦加熱が起こるんだよ。なるほど、そういうメカニズムね。もっと言うと、円盤の内側の速度は外側の速度に比べて大きいものになる。ブラックホールに近いんだからそりゃそうなるわよね。そうなると当然、摩擦加熱は増加する。ブラックホールの事象の地平面のすぐ外側にある膠着円盤では、X 線を放射できるほどの高温になっていると考えられているぜ。ちなみに、この動画以外にもブラックホールについて解説している動画があるから、気になったらそっちもチェックしてくれよな。いきなりの宣伝。そういう露骨なやつはむしろ逆効果なんだから、さっさと解説に戻りなさい。へいへい。5本、それで X 線が放射できるほど高温って言ってたけど、数字にするとどれくらいの温度なの？そうだな、いて座 A スターのブラックホール周辺を囲むガス雲だったら、ざっと1000万度ってところだな。1000万？ X 線を放つような天体の温度ってのは、数百万から1億度っていう風に言われているんだ。なんなら、ブラックホール近傍の物質から放射される X 線の強度には変化があるらしく、最大では1億ケルビンにも達しているそうだ。ケルビン、K というのは絶対零度を零としているわけだから、摂氏に換算してもほぼ1億度ということになるな。まさか、これがいける炎の神クプグア。あ、クプル不神話は詳しくないからスルーするぜ。X 線の強度が爆発的に増加する現象の発生原理については仮説が2つある。どんなの？まず一つは小惑星がブラックホールに飲み込まれる際の爆発であるというものだ。小惑星が爆発したってこと？爆弾岩みたいに？そうじゃなくて、小惑星がブラックホールに接近した際に小惑星がブラックホールの超積力によって破壊され、ブラックホールの周りを周回し、飲み込まれる際に周囲のガスと衝突して爆発的な X 線の強度の変化が起きたという説だ。さっきの摩擦加熱にも通ずる話ね。そして二つ目が、いて座 A スターのブラックホールに落ちるガスの内部の磁力線により、磁気リコネクションが引き起こされ、爆発するというものだ。磁気リコネクション？またよくわからない単語が出てきたわね。まあ大まかに言うなら、逆方向に向いているはずの磁力線が接触すると、磁力線のつなぎ代わりが生じる。そうなった時、磁場のエネルギーが運動エネルギーや熱エネルギーに変換されるんだ。そのことを磁気リコネクションと呼ぶ。ピンとこないわねー。難しいよな。ともかく、磁気リコネクションによって発生した莫大なエネルギーの爆発によって、急激な X 線強度の変化が生じたのではないかと言われているぞ。もうさ、爆弾岩の爆発で温度が変わったってことにしといたらいいんじゃない？そっちの方がわかりやすいし。それで納得できるのはドラクエ好きだけだろうが。それじゃあ最後は、いて座 A スターから非常に近い距離を公転している S2 について解説してみよう。ブラックホールの周辺環境を知れば、ブラックホール自体もわかるんだもんね。そうだ。
そもそも、いて座 A スターがブラックホールである可能性を発見できたのも、S2 の観測によるところが大きいからな。S2、どんな星なのかしら？そもそも S2 の S とは、赤外線源を意味するソースから来ている。いて座 A スターと S2 との距離は最も近い時で約120天文単位だ。で、天文単位とは？天文単位ってのは、要は地球と太陽との距離を1とした長さの単位だな。英雄と表記する場合が多い。メートル法に直すとどれくらいなの？1天文単位が約1500億メートルだからそれの120倍、つまり約18兆メートル、約180億キロメートルだな。つまりどでけい数字なのね。この数字は、太陽から最も遠い太陽系惑星である海王星と太陽との距離の約4倍にもなるぜ。だいぶ遠いようにも感じるんだけどね。しかし、その公転周期は 15.9 年という破格の速度を誇っている。それってそんなに速いの？めちゃくちゃ速いんだぜ。なんてったって、太陽との距離が30天文単位である海王星の公転周期が約165年なんだからな。遅、いや、S2 が速すぎるのか。ああ、S2 を公転させているいて座 A スターの重力の強さがこれで伺い知れるな。でも、いて座 A スターからそこそこ離れているっていうのに、そこまで速い周期で回っているってことは、かなりの速度で振り回されてるってことよね。そうなるな。S2 の最近点近くにおける公転速度は、観測値として秒速約 6600km にもなっている。秒速で？最近点における予測速度は、秒速約 8000km にもなるそうだ。とてつもない速度なのね。そんだけ早く振り回されて、よくぶっ壊れないわね。なんかちょっとかわいそうになってきたわ。だが、S2 がかわいそうな目に遭ってくれているおかげで、いて座 A スターの質量や地球から銀河中心までの距離を推測することができているんだよな。かわいそうだけどもうちょっと頑張ってね、S2。いて座 A スターのブラックホールについて解説してきたが、どうだった？ブラックホールってすごく遠くにある印象だったけど、実は私たちのいる天の川銀河の中、というよりも中心に存在していたことにまずびっくりしたわ。まあ、そこそこ遠くにあることには間違いないんだろうけども。そうだな。ブラックホールというと、宇宙のどこか遠方にある大飯ぐらいの天体ってイメージが強いかもしれないが、実は私たちのいる天の川銀河にもでっかいブラックホールが潜んでいたんだぜ。それも大質量だ。すべてを吸い込むみたいな怖いイメージがあるけれど、そんな恐怖と同時に知りたいという欲求も湧いてくる不思議な天体よね。まあな。でも、やっぱり解説してもらうならホーキング博士が良かったなぁ、なんて。霊夢、今から腕立て300回な。なぜバレた？今回の解説はこれにて終了だぜ。この動画が面白かったら高評価とチャンネル登録よろしくねー。コメントも待ってるわ。ご視聴ありがとうございました。